間に合うの、間に合うか。光ってる。あ、今訓練中。そうなの。佐喜眞さんって下の名前何なの？ミキです。ミキ？はい。ミキってなんか健康に良さそうだな。ミキブルあ、まじで、今日何？現代のミキよ。明日特番があるんで僕ちょっといろいろ。マジか、もうやるんだけど。明日なんだ、特番だ、はい、ここの祭り。そうです。俺、スポンサー入れるつもりだったのに。10秒前です。待て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 、あと10秒前ですが、更新が先。今ここ、ウガナビラです。あの、なんでそんなここへ。北山さん、はいはいはい、飲み物ないんですか？飲み物、あ、ありますよ。持ってます？今、目の前に。これ大丈夫？これ何？あの、ラジオ始まってるので、しゃべっていこうと思うんですけど、あの、二山さんと3週間ぶり？そうです、まるまる3週間は、接触が合うの3週間ぶりです。3週間ぶりですね、フェイスブックでは、なんか、何かやってるのを見てたんですけど、はい、なんか、いろんなところで話したりとか、何かやったりとか、なんか、パタパタやってましたよね。もうちょっとね、おかげさまで、ちょっとで、なんか社員研修が決まったって言ったけど、この、会社は某会社ってこれ言っちゃダメなんですか？一応は今は言わんこうかなと思って。なんでなんで？まだちゃんと確定とかいろこれから詰めていくので、あ、確定して始まったらちょっと言おうかなと思いますけど。じゃあ社員は何人ぐらいは言えるんですか？こっちはね、14、5名だったかな。おお、一番大切な頃。そう僕なんか経営者の間で10人の壁って言われてるんですよ。あー、らしいですね。あ、言います？いや、多分一応有名な言葉ですよね。有名な言葉っていうか、僕たち全員経験則ですよ。ああ、の会社が10人ぐらいの社員になったら乱れるんですよ。らしいですね、うん、本人もこうそこは分かってて、ちょっとこの、早く後継者がいるんですよ。息子？そういるんだけど、まだこの自分のこのクリアな部分クリアにしないとまだ譲れんと。この3名だけどうしてもちょっとこう育てたいとっていうところで、話したら、一応だけど外部からの力入れるっていうのはよっぽどのことですよ。そうですね。普通10人ぐらいっつったらまだちょっと社長がワンマンなはずだから、俺が全部やってやるみたいな感じなんですよ。もうだからね、やっぱその社長も力がちょっとある人なので、あ、その気持ちだけども、その息子がもう、もう時代も変わったし。おいくつぐらいなんですか？社長がね、60、あ、違う、70だ。ああ、じゃあ本当にもうちょっと遅かったですね。バリバリで、息子さんが2人いるんですよ。いくつぐらいですか？息子が40の息子と34の息子。あ、じゃあもうこれまた難しいポジションに、福山さん。もういいとこですよ。ああ、難しい、ね、お任せください。佐喜眞さん、なんで難しいか分かる？マジですか？あの、目立たないようにしないといけないから。福山さんがカリスマになったら元も子もないからね。大丈夫だけど、なんていうのか、この役に徹する用心棒みたいな感じだから。役に徹する、あの、どんな風にするのかがちょっともう本当にプロの見せ所ですね。そうですね、一応あの約束がいくつかあって、その息子さんと社長と約束して、社長一応やるんだけども、必ず1個だけ約束、あ、何ですか？必ず任せるのが入ってきてねって言って、もう一回何ですか？必ず入ってきてって言って、例えばその1日結構拘束する中でやっていくんだけど、必ず自分と1日いるんですか？いる場合もあります。えで、とりあえずその期間の時、自分が来た時は必ず自分とこの、意見交換とか情報共有交換を必ずやります。投げっぱなしにはしないで。必ず、もしどうしてもそのようになったら日ずらしてもいいから、必ず会ってからデブリ話しましょうっていうところでは、デブリって言うんですけどね。なんですか、デブリって英語ですか？ブリーフィングのデブリーフィング。で、先に説明した後、終わった後にこうちょっとどうだった今日って、アシスタントとインストラクターとか、あとダイビング潜った後に
反省会みたいな。ああ、なるほどね。それ、例えば今日、どの魚見たとかでもいいんですよ。例えば、あの時、流れがこうなったの、分かりよったとか。ああいう時は水深は下げないようにねとか、インストラクターとアシスタントが、このデブリをちゃんとやるかどうかで、もう決まるんですよ。そう、だからここ大事じゃないですか、こっち。これはまあ、フィードバックですからね。そう、フィードバック。フィードバックは必ず やってください。で、その後のリフレームまで。そう。さすが。なんか別に息合わせてないんですけどね、うん、初めて聞いたか、あ、楽しみですね。半年とか、まあ、3日とか、3ヶ月やります。3ヶ月、そのうちに月に何回って決まってるので、で一応もしその状況を見てで、継続もしていくよってことで、もしこれがうまくいったら次へ次へと。そうですね、最初の処女作みたいな。そう、まさにそうですよ。もう処女作ですよ、本当に。大事大事、大切にした方がいいですね。そう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 。いやだけど、まあ、実績が何千人でしょ、あの普天間さんのこの。そうですね、まあ、研修とかはちょこ単発あるけど、あとカウンセリングはもう、カウンセリングな3000人ぐらいは多分やってますんで、ね、3000人ってすごいんだよ、池間さん。僕が付き合った女の人3000人いないよ。福さん、ぶっこまないでくれる。ぶっこまんでくれる。1000ぐらいなんですよ、関係持ったのは。そうそうそう、そうそう、エッチした回数ね。多いよな。多くない、多くない、多くない。あ、なんで仕事だったから。その時はね、風俗男子だから。その時はね、まあまあそういう業界だからね。そういう業界だから、枕営業だから。これちょっと変な話していいですか。はい。変な話、自分がこのその業界にいたら自分もそんだけできてたんですか。もっとできたんですか。いや僕一応だけど、一応オーバーに持ってますけど、うんうん、まあもうそろそろ本音で言うと、僕は10人いないですよ。あのお客さんは。あ、なるほどね。僕はあの道端が何百人もいるんですよ。ああ、もう本当にナンパでですよね。僕はナンパです。あのダイビング業、僕は仕事のプロだったんで、うん、基本あの客とは寝ない、っていうスタンスを。ちょっと待って、寝ないって言いながら10はいないっていう、ここの会話がおかしいから。 10人はいないけど、この人たちは彼女だったんですよ。あ、なるほどね、うん、あ、ちゃんとね、ちゃんとそこもそちゃんとこうメリハリをつけて付き合ってたとか、はいはいはい、実際にあの やっぱりね、うんうん、6人ぐらいはいるし、2人ぐらいはちょっと間違い悪さ。まあね、男だからね、まあ、これは別にあのそんな手当たり次第に食ってたとかではなくて、あの10人もいないから、うんうんうん、実際その間に結婚してるもの多いから。そうだ、そうだよね。なんで47だからね、別にそれよりはナンパのは何百人もいる。うん、なんかプロとしてあのお客とは寝ない。あ、それはもう大事ですよ、いいことですよ。うん、なんでそれをなんかダサいく見えてた。ああ、それを自慢するやからかですか。そう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 。それにあのプロとして惚れさせてはいけない、うん、ああ、そこもね、うん、また難しいね、うん、惚れさせてはいけないようにしてるのに、うん、年に1回ぐらいどうしても、うんうん、好みの女とか出てきてしまうさ。性格とかで会うのがもうフィーリングが合ってしまうでしょ。そういえば話してるとの会話がとか、うん、でなんかお互いにどっちが先に言わないといけないか、もう恋愛感情が生まれてるような雰囲気が、まあ、ある程度妄想から始まるかもしれないけど、まあ、よっぽど、なんていうのかな、まあ、男だし若いからね、20代で。なんで、三股とか四股とかかけてたんじゃない、みんな。まあまあ、人によりますけどね。人によるけど、自分は有名だったんですよ、三股、四股。ダイビング業界のその中で。うん、違う、同級生からも。ああ。だけど、同級生もいっぱいいましたよ。うん、あの、周り。まあ、昔やんのも、だってね、その、うん、サウナ仲間のあの一人さだな。あ、ヨシーもね。もう話聞いたら、これ。あ、そうそう、同級生。あんまりよ、もう昼、この人、この人。昼間言えないよ。もう、なんつうの、これ、普通、漫画とか、うん、アニメの話、テレビの話だろうっていう下品な話だって。話だよ。これが全部本当だ、本当だよ。ちょっと本当に、ラジオでも言えんよ、これ。高校生の時に。夜でも言えるから、微妙でも。女の子3人。言うんかい。いや、言うわ、いや。今言えんよって言ってよや。親友の女の子ABC ってグループがあるでしょ。そう全員と付き合ってた。すごいすごい。して全員知ってて、3人とも誰が選ばれるのかなって仲良しだったって。すごくない、こんなのあるって感じよね。でそこまでは許せるさ。このバカ男ね、3人に向かってお願い 4P しようって言ってた。ないけどないけど、それさえできてればみたいなわけのわからない。もう3P もしたことないけど、男の夢って。だけどさ、
あの俺はもう基本的に一本しかないチンチンをどうやってやるのって感じなわけよ。あのもしできるんだったらある意味、うん、オートバイ3台操ってるんだぜみたいな感覚があるんで、物理的に無理よね。物理的に無理。そこまでできるんだったら、うん、それは大したスキルだと思って。もう芸術ですね。芸術でしょ。そこまでいったらね、もうねジャグリングみたいなねちょっとミキちゃんよ、ちょっと感想と同時にちょっと自己紹介してよ。そうそうそう。もうねミキさんもやってるの。はい、いつから今シャレぶっ込んだでしょ、ミキさんミキさんいや俺今気づかなかった、完全に天然でリリースした天然リリースえいつからミキさん始めたの。そうちょこちょこいろんな番組やらせてもらってて今見たりも、僕この辺の業態がよくわからないんですけど、はい、自分のことしか興味がないからこちらで働いてる方って、はい、たまに喋ってますよね。はい、ラジオとかフェイスブックでも上がってくるんですよ。 みんなアナウンサー志望みたいなイメージでいいんですか。あだからね、まあ、でも伊藤みんなそれ志望とか目的が違うよね。でもね、そうですね、なんかこの山内さんがここの、うんうん、がなんか作る側は表の喋ってる側も知っといた方がいいっていうことで、スタッフもみんな番組を持つって感じで。けどなんか僕のイメージなんか裏方さんは実は喋れないイメージない。あれ昔はありましたよね、うん、あんまで本当出ちゃいけないみたいなね。最近はもうなんか変わってきたね、うん、そうですね。あとちょっとラジオやってる人って自分の世代から言うと超オタクだよ。そうなんですかそうなの。うん、もうそっちの世代の僕なんか世代言ったら放送部って言ったら吹奏楽部よりオタクだよ。あそれはあった、うん、あ確かに自分たちの時もやっぱ放送部オタクでしたね。うん、なんか知らないけど鼻毛が出てても向かないぐらいとか、うん、なんか変に部長ひげついたって変な中学生みたいなとか、裾足らんぬって頭ついてた自分たちは裾みじって言うんだよ裾みじ裾みじやなんていうのか、ファッションに興味がなさすぎて身長が伸びたら裾が足りなくなってからさ、靴下が見えてるんだよね。自分もでもやってましたよ。自分も急激に身長伸びてるけど気づかないから、でその裾みじが恥ずかしいって思わなかったんですよ。あじゃあ根っこが真面目だったんですよ。でしょうね。根っこが真面目でしたのは中学校の時の写真は裾足らんぬになるんですよ。裾みじでなんで笑ってるかがわからんかったのに。あだから根が真面目、委員長とかするタイプだったんですよ。まあちょっと前、あとスポーツバカもいる。スポーツバカはスポーツ以外はね、ま、例えがあれだけど、うん、めっちゃスポーツやってる女の人とかがなんか足の毛そらなそうなイメージ。ちょこちょこいたね。いたね。めんどくさいですよね。めんどくさい、こんなの。そんなして暇ないと。そういう感じの純粋さがあって、要は不良系ってなんていうの、見た目とかね、うん、なんか目立つことに対してね、あと大体ヤンキーの女もで、大体ヤンキーじゃん。ちゃんとなんか制服をいじくろうとするなんて。まあまあね、まあまあ、見た目が大事だからね。このヤンキーの癖が大人になっても抜けない人たちが車いじくってるわけよ。もうみんなヤンキー。もう車のタイヤ変えたりとか車高下げたりとか。もうこういう人たち、まあ、そいつがたまたまかもしれんけど、うん、アンチヤンキーでアンチ迷惑で荒々しいくせに、うん、なんかこのメンテナンスとか道具を愛して大事にちゃんとやるよね。ヤンキーはいいことだと思うけど、オタクだよ。本当に綺麗にさ拭くし、うん、もう汚れとかも全部ちょっと気になるしさ。スナップオンって聞いたことあります？工具スナップオン。スナップオンって言うんですよ、うん、実は今言ったから僕話しますけど、このネジ回しとかあるでしょ、うん、ネジ回し100円ショップに6本とか入ってるさ、うん、あれ1本1万円ぐらいするんだよ、ブランド品。どういうこと？ネジが1本1万円？ネジってこのドライバー回す側、工具なの？工具、あ工具ね。こんなメガネってこのぐらいのメガネとか、こんなのとか5万円とかでこれ回すだけで、スナップオンして、バイクとかバラしてる人たちとか、ここにスナップオンが100万円分ぐらい工具があるんだよ。でコンプレッサーがあって、サンドブラストがあってとか、道具にこだわるよね、この工具もね、うん、でやっぱり最初はメイクマン 3C から始まって、メイクマン行って、うん、お金ちょっと集まったら KTC っていうのに変えて、そしたら国産からスナップオンって最後は洋物に行くわけよ。あどんどんやっぱこれ上がってクオリティが上がっていくんだ、その道具の。それ仕掛けてるのが所ジョージ。所ジョージの絵に工具1000万円分ぐらいあるんじゃないかな、多分。なんか工具でオナニーしてる
自己満の世界ってことね。なんか万年筆並べてるって感じ。テレビわかります？時計並べるとか、もうバカだから男猿って。あの貝殻集めてる女もみたいなもの。ああ、徳さんも時計いっぱい持ってるしね。うん、持ってる持ってる。だから道具だから要はだけど肩の仕事道具ってなると刀も100本ぐらい集まってる。なんか馬あのなんか昔の武士だから。あの世代が今それがスマホとかになってる。あ、そうだね。うん。そういうのが武器みたいな、アプリを集めてるとかです。だけどちょっとあれですよね、あのやっぱり本当はあのヒーローたるもの、うんうん、あのやっぱり簡単にできることではなくて、うん、ポケモン集めるとか昨日ね、うん、初めてやりました。ああ、僕ももう娘が、息子がやりたいとどうしても、うん、あれなんか年齢制限あるんですよ。一応まあどうせ、ね、あ、そうそうそう、会ってないようなもんだけど、お父さんやってと。僕も保護者で入りました。そう、保護者で入って、うん、でやってもういっぱい、あ、こっちいっぱいいるってからね、うんうん、なんか楽しいみたいで、うん、いや自分はもうやってもいないですけど、うんうん、ただ自分のにもいや、あのやりたいだけやっとけばって感じですよね、うん、あのポケモンが悪いわけではないんで、うん、やってる？やってます。 どんなこれあの意図がわからないけど、俺も集めたらいいの？なんか集めたらいいんですけど、うんうん、戦いとかもできるんですよ。戦いもするんだ、はい、誰と戦うの？なんかあの地図にこのポケモンのジムみたいなやつが出てて、ジム、はい、で近くで言えばドンキホーテがジムなんですけど、おうおうおう、そこでなんか対戦したりとかができるんです。今そのドンキホーテは本当にドンキホーテまで行かんとできないってこと？はい。マジでこのスポット設定されてるってこと？設定されてます。マジか。あの僕これ2年前にもう終わってるんですよガンダムでやってました。ガンダムも同じシステムなんだ。僕はあの別居中に寂しくて3年前ぐらいですよ。別居中に寂しくてやってたんだ。うん。でガンダム好きだから、ガンダムやったら、もうこちらのど、ま、ど真ん中世代ですからね。したらガンダムと戦うために、うん、あの GPS でこっからあの何あの浦添とかまで車で走らせて戦ってたもん。ああ、だからか。なんか、うん、ポケモンなのにどこそこの公民館行っていいって言うわけ。いや、なんでよ、なんでなんでここでやったらいいさと。うん、あっちって言うわけで、恐ろしいことに僕の家に2匹いましたよ、うん、そして公民館にもいるんでしょ。これが事件になってますよ。へえ、ね、人の家に上がり込んで中国人がね。ああ、あったね。あ、さ、宝を忍び込むんだ。もうそこにしかいないから、そこにしかいないって。あとは嬉し、喜んでる人がいるのはバカだけど、うんうん、例えば大阪城とかの中にいるとか、うん、したらお客さんが帰ってくるさ、うん、だまあその一瞬の最大風速みたいので、うんうん、だけど別に止めることはないし、うん、ただ事件になると思いますよ、うん、車の事故が起きるとか。あ、まあね、いろんなのが。だからどんなかな、あのどんなですかね、モラル的にはちょっとおじさんはわからない。そうです、ね。まあ、とりあえずね、子供がやり始めた以上はね、うん、本当です、怪我さえなければ、早くしてはね。僕なんか子供は小学校2年生と5歳だったけど、うんうん、1日思いっきり3時間ぐらい付き合ったらもうやってないです。ああ、もう一気にやらしてね、一気に終わらす。っていうか100匹ぐらい集めて、うん、お金かかるところはもうダメって言ってるから、うんうんうん、なんか走り回ったら100匹ぐらいすぐ集まるよね。集まります。え、そんな集めたん？うん、あ、そんなには自分は時々だから 2,3 時間集中したら100匹ぐらいになるよね。自分はずっと運転手だもん、うん、走りながら見つけた見つけた。あ、そうかそうか、走れば勝手に出てくるからね。見つけたとか、あと公園とかにいっぱいいたりするから、こんなとこにもいた、こんなとこにもいたってから、なんか100匹ぐらいなんかビーっていっぱいになってました。まあ、30匹だったか100匹だったかもたくさんいたから分からなかったけどそう、だから自分この入れてから昨日車、あのもう葬式の風邪気味だったから、うん、もう休ませて、うん、ちゃんと見といてって言われて、あ、うん、いた、あ、車にもいた、車にもいたって、なんか全部ここにいたと思ってるんですよ、うんうん、だからシステム上あるでしょ、なんか車が移動したから出ただけでしょ、すごいなと思って、うん、CIA に狙われてるっていう話ですよね。あ、そうなの？全部 GPS で動いてるって。まあまあまあね、まあデータ取ってね、株主が CIA なんですよ任天堂の、ま、そうなの、うん、CIA って株主にもなるの？CIA がお金提供してるっていうことで、ポケモンはあのロシアで禁止になったんですよ。ああ、だったらちょっとチラッと見てなんか5000万ダウンロードとか書いてあったよ。で、そんだけの人間がどこにいるのかっていうデータで動いてるから、もうマトリックスの世界じゃないですか。つながってて何に軍事利用できるじゃないですか、うん、
人の動向動き全部わかるってことでしょ、もう、うん、誰と誰と誰の関係性で誰はどこ誰と一緒にいるとか全部紐付けしていけば、うんうんうん、それに誰の子供は誰でっていうデータまで全部押さえていけば、うん、あとマーケティングにも使えるから、年齢が20代の女子がここに集まってるとか、うん、したら逆に誘導が起こるじゃないですか、うんうんうん、ポケモンをスターバックスに100匹入れたらポケモンにそのスターバックスからバックマージンが来るとか。ああ、でもこれがっても仕組みでしょ、このその収入の源の。うん、ただ別にほっといてもいいと思うのは、うん、自由競争なんでそれより面白いゲームが来るじゃないですか。うんうんうん、それよりだから結局そのデータが一番上で統合してたら、うん、どうなるんかなと思うけど、うん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 、みんながそれにずっとそれをやり続けないとデータが切れてしまうから、うんうん、そこまで引っ張れますかね。まあそんな引っ張れないから大丈夫かな。うん。まあそうなったらそうなったでいいかなって感じですけどね。もう僕たちの感覚、僕たちが生きてる間には何もならないんじゃないですか。まあまあね、うん、でもどこまで流行るかね。なんか一気に流行ったら多分一気に落ち着くんじゃないですか、まあ、一番はリアルに恋愛してる人が増えたら誰もやらないんじゃないですか。あ基本やってる人って彼氏とか彼女がいない暇人だから、ねこれ今の、ね、今ごめん失礼だけどいくつだったっけ、はい、今21です。21でしょ、はい、この今の子たちの恋愛事情はどうなってるのかな。でも自分もですし友達も結構付き合ってる人少ないではあります。マジか。でも分かんないで、自分の友達がかもしれないです。でも長い人はなんか1回付き合ったら長い人が多いです。あ多分そう思ってるだけだと思うよ。本当ですか。、うん、あでも結構バンバン。いや実はあのでも人によりますね。何かって言ったら今の若いものはって言うけど、うん、ダイビング業界の親父連中みんな言うわけさ。今の若いのはレベルが低いとか、もう絶対言うわけよ年上は。まあ、確かに技術はレベル低いわけさ。なんでかってそれは修行してないからね。うん、要は寿司職人とかの時代だから自分は、うんうんうん、シャリ作るのに2年とか3年とか、うん、あの時代だよね。なんで自分ダイビング始めた時に海連れてってもらえないで毎日空気詰めてたんだよ。毎日半年ぐらい空気詰めて海に出されないとか、要は飲食店で働いて皿洗いを1年やるとかやる今の人たち。ないね、ないね。そういう世代で育ってるから、なんていうのかな、職人気質がだけど、うんうん、今そんなやって料理人作らないでしょ、うん、適当に1週間後にはレトルトのチンとかさせたりとか、うん、あとセントラルキッチンの焼くだけとかでしょ、うん、申し訳ないけど、うん、だからそれを技術がないって言ってもこれもうシステムになってるから、ナンセンスだよね。そう、それを寿司が機械で握ろうと、うん、人が握ろうと食べるからかしたら関係ないから、うん、ね、だからサービスのやる部分が変わってきてるから、うんうんうん、スピードとかね、うんうん、新鮮さとかね、うんうん、だから寿司何くら寿司また行ってないわけよ。はま寿司 浜はよく行くんだけど、くら寿司とかはま寿司とかもう自分からしたら寿司職人どうするのかって言いたくなるけど、ね、この前もちょっと自分の嫁と話になったんですけどね、二山さん、うんうんうん、自分の子供がなんか中卒で働きたいって言ったら、うんうんうん、僕は東京の銀座の寿司三昧に入れるって言ったら、もう職人の最終的に底辺が広がるのは別に無視していいんですよ、うん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 、寿司にエントリーレベルが増えるから、うん、最後に頂点は残るから、うんうんうん、なんで寿司を入り口にね、最後はねやっぱりそのなんていうのこだわり、要はフェラーリに乗る人がいるから、うん、車も、うん、それは好きな人が極めてそこまでか、なんでワイン1本のワイン100万の人飲みたい人もいるからね、払うからさ、だったらその100万払わすぐらいのワインを作る人が少数いるっていうことは100円のワイン飲む人たちが無数にいるってことでしょ、うんうん、そういうもんだからね。これでもその寿司じゃない寿司、うん、あんな一気に今どんどん寿司ローとかもどんどん出してるけど、うん、安心出して計算できてるのかな。今問題になってるのはサンマの値段が上がってるじゃないですか、うん、台湾が取ってるからですよサンマ、中国と。いやこのサンマ取ってるだけあんな店舗ごとバンバン出すかなと思って、今だからあとパッと見るだけでなんかね、スシローとかくら寿司の予定地でもう建てようとしてる途中のやつがまだあるから、いやこんだけ店舗あるからもういいんじゃないって思うけど、うん、簡単なんですよ、あの辺ぐらいの経営が。オッケーなのあれ、要は元取れるのあれ、要はもうあの辺まで行くと戦争状態になってるので、うん、ここに出
したら交通量とか全部 Google で見てるじゃないですか、うんうん、交通量とここの半径何キロ以内にどんだけの人が何レースを何人住んでるって分かれたら1個の成功パターンのところは必ず成功するんですよ。あ、このでも5つ続くとかとかもそれも全部計算済み。なんでかっていうとフランチャイズのお店を何店舗も持ってる大きいお店の中の仕組み1個言うと、うんうん、例えば毎日の野菜の値段と、うんうん、オレンジの値段とかが全国的に全部データが打ち込まれてるんですよ、うんうん、そしたらメニューのとこに今日はアボカドサラダは進めないようにって出るんですよ。ああ、働いたことある？ない。寿司屋さんですか？寿司屋。寿司屋じゃなくて例えばガストとかみたいな、うんうん、ガストはまあ別にそこまで誘導はしないですけど、うんうん、例えば温度が一度上がったり下がったりするだけでアイスクリームの仕入れをこう書いたりとか 0. 何度単位でやるでしょ。オペレーションは考えることは全部やっているので、うんうんうん、だからこの日の何時から何時まではバイト生2人を返しなさいとか指示が出るんですよ、コンピューターから。今までは何か店長の勘で、うん、ごめんちょっと忙しいから休みの誰々と誰々は何曜日休まないでって言ってたオペレーションがいらないんだよ、うん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 、ああいうフランチャイズはね、フランチャイズでも何店舗で、要は自分がもう20年前ぐらいにギノワンのほかほか弁当はギノワンの全部のギノ弁当屋さんで鮭弁が何個何個何個って全部、うん、全部のデータが閲覧できるんです、ファックスで。ああいうところはもうただやるだけじゃないですか。うん、だから何人いてから何とか何とかって言ったらコピーしてポコって終わりじゃないですか。なんでかって言ったら技術なんていうんですか、料理じゃないですからね、寿司は。なんで、ね、ネタ載せてるだけでしょ。うん、まあ、ラーメンとかもあれレトルトのやつ切ってラーメン麺何分茹でてって終わりじゃないですか。だからああいうのはもう今回怖いのだから中国と台湾じゃないですか。うん、あれで魚がいなくなった時どうするんだろうと思ってね。だからね、だからこう今建てるさで、うん、要は建てたのは残るけど状況は変わるから、だけどあんな店舗やして持つんかなと思って。だけどくら寿司の1日売り上げ計算したことあります？1店舗の1店舗の これは浜寿司の計算したことあります？ないです。僕はもう全部売り上げ計算するんですよ。で浜寿司だいたい朝金曜日とか土曜日とか最初の頃もう並んでるのがびっくりで、自分の席数で何百浜寿司何回か行ったこと、何回行ったことあります？多分結構行ってるの8回ぐらい行ったんじゃないかな。僕100回ぐらい行ったことあるんですよ。そんなに行ったの？浜寿司くら寿司は100回ぐらいデータ取りに行ったから100回ずつ？僕スタッフ20人ぐらい連れて 3,40 回は行ってますよ、スタッフと。家族だけでも数十回。でどれがどういう風になるのかスタッフに食べさせながら全部データ取ってるから、くら寿司とかも。だから大体浜寿司とか茶炭のところって夜行くと570組とか600組とかなってるの分かります？それは分かる。600番目番号は当たってる。1から当たってます、当たってます、うん、600番目なんですよ、うんうん、で平均 2.5 人ぐらいだから、うんうんうん、3人で計算して1800人じゃないですか、うんうんうん、1800人に客単価1000円かければいいんですよ。そしたら大体3人ぐらいで食べに行ったら3000円ぐらいじゃない？うん、まあ、1000円でしょ、まあ、1人1000円ですね。1人1000円ぐらい、それ以上貯まるとき、まあ、男は若い人は食べるけど女は食べないとか、うんうん、子供もいるとか全部で割ったら大体1000円ぐらい、ね、客単価1000円でしょ、うん、食べる人は2000円食べるやついるけど、うん、20皿、うんうん、20皿あったらよっぽどでしょ。結構だよね、うん、大体10皿とお菓子とカフェトンで1300円使うかなとか、うん、微妙にマックより安いんですよ。おー、へー、ちっちゃい子供と行くと。なるほどね。で僕なんか別に3皿ぐらいしか食べないから、うんうん、水飲んで、うんうんうん、もう僕サバサバサバ終わりだからかなりサバかなんでオメガ3さんオメガあなるね、うん、頭もよくなるやつね。一番いいし一番おいしいし、うん、一番おいしい魚はサバが、もう極めたらサバマグロとかはバカが食べてる魚だから。そういえばみんなもあんま好きじゃないって言ってたよね。食べれればするけど前。そうね。別に何で、ダイバーだから、うん、でイラブッチャーとかも美味しいし、だからイラブッチャーはくら寿司で食べれないでしょ。食べれないね。そういうだから本当に魚食べに行くときは、うん、ちゃんとした道の駅みたいな海のそばにあるのとか
もうちょっと汚いけど漁師とかが行くような、あ、分かる分かる、マグロ食堂みたいな港の中に行くのに行くわけさ。自分は魚食べたかったんです。カンナジ魚汁だから、それも今日の今日の今言う、今言うよね、今言うとかってたら、それは年取ってからだからさ。なんか書いてます、うん、いや大丈夫でしょだけどくら寿司とかだから、あの 600×3 人でさ、もうめんどくさいから1500でしょ、1500で1500に1000かけたら150万でしょ、150万がざっとでしょ、簡単じゃないですか、150万かける30、うん、したらもう5000万ですよ、1店舗5000万、6億、あ、売り上げがすごいね。でも どれ人件費とか材料費とか全部決まってます、ね、家賃が1割、うんうん、原材料が3割、うんうん、で人件費が3割、広告費が2割と利益が1割、じゃあ6000万で、いや6億か、6億で、利益はどれぐらいですか、大体1億、もうあそこはもう利益は3億とか半分以上出てるんじゃないですか。なんでかというと回転率が半端ないじゃないですか、うん、あれ、最初の頃のはま寿司と、うん、1ヶ月後のはま寿司はレベルが半分以下に落ちてるんですよ。美味しくなくなってる。最初の1ヶ月だけうまかったんですよ。あ、そうなの、うん、すごいなと思った。俺毎回行くけど、まあまあ美味しいけどもう味は半分ぐらいまで落としてますよ。落とすってどういう意味ですか。あのネタがでかいし、新鮮度も全部原価割れしてるんですよ、1ヶ月ぐらいは多分。だから微妙にちょっとずつ小さくなってるんですよ。だけど儲かってるのに小さくなっていってるんですよ。最初に置いたらもうそれで勝負してるんですよ。で何で儲かってるのは多分芋とかだと思いますよ、芋芋ってどういうことね。あの魚系とかは儲からないんですよ、プロントで。バクバク食べるけど、マグロマグロマグロってみんな食べるけど、うん、そのうちになんか知らないけど縁側とかなってから、ね、他のもハマチとか食べるでしょ、うん、利益率が違うんですよ。で最後に10円もしない芋100円で買うバカが出てくるんですよ、僕とか僕の子供とか美味しいでしょ、大学芋美味しいよね、大学芋、あれはね、あれ100、あれうまい、あれが100円で、うん、原価率10円とか20円とかでしょ、きっと全体でね。で最後にバカだからカフェまで飲むでしょ、カフェね、うん、飲んでますよね、ケーキとか。でケーキとかめっちゃうまいでしょ、やめてくれってぐらい美味しいよねだからデザートもね、上等美味しいからね、うん、食べちゃいますよね、うん、そんなので利益率がすごいから、6億上げて3億利益だったら家賃は 毎月1000万でいい。あー分かった、野口さん、もう沖縄バンバン、特にここの土地代とか家賃とか向こうと比べたら安い、安い、要は何ですかね、売上は変わらんのに利益は出ますよね。いや、土地が安いから、ただ送るのが遠いだけ。あ、そっかそっか。でも送るのもね、もうスケール見るとクリアしてるからね、多分ね、クリアしてるから。そっかそっか。あ、それだから沖縄出すんだ。地方に持ってったらもう家賃が安くなるから儲かりますよ。そっか、なんでマクドナルドも東京で食べても沖縄で食べてもマクドナルドは同じ料金だし、ね、まあまあ東京にあるのも多分宣伝用でしょうね、この。あと宣伝用っていうか、東京はまたちっちゃくても、例えばライカムとかだったら10坪でだから1日1000人が回せるから、回転率ね、回転率が駅とかすごいじゃないですか。それは沖縄はやっぱり駐車場を置かないといけないっていうだけで。なんですか、あ、そろそろちょっちょ、あ、足、あ、キレのいいとこで CM へ。じゃあくら寿司の CM でした。じゃあだからよ、宣伝か、 CM です。美味しいですよね、うまいうまいうまい。全然関係ないですけど、テムさん、ブルガリさんという人がね、もう立て続けに激しくコメントしてるもんだからね、はい、僕見えないんですけど。あ、そかそか、読まれた方がいいんですか。なんか徳口さんがサバの話した時はサバ缶でよろしいかなっていう、なんか関西の人かな。ああ、サバ缶美味しいですよ、ね、サバ缶美味しいよね。だけどサバ缶は砂糖が入ってるから嫌なんですよ。ああ、まあまあまあね、うん、僕サバ缶ご飯にいつも乗せて食べてたカニっ子だったから美味しいね、サバとサンマのね、猫まんまみたいな、猫まんま美味しいんだよね、あれね。卵あったら気持ち悪いわけよ卵と卵は卵で割って混ぜたらもう気持ち悪いわけよ、サバ缶にでもサバ缶美味しいよね。美味しいです、あと10秒前です。あ、全然関係ないんですけど、はい、普天間に美味しい刺身屋さんありますよ。え、どこですか。
普天間の再演、普天間の再演ありますよね、普天間神宮のところ。魚屋。普天間神宮のところに普天間の再演があるじゃないですか。普天間神宮のところに、あ、はいはいはい、斜め向かいに金太子側じゃない、うん、クロスして斜め向かいに、うん、この再演のところ、まあ、ここの放送局から普天間神宮向けに行って、再演が見えたら右に曲がりますよね、飲み屋街じゃないですか、うん、で左角におでん屋、うん、左前がヤギ屋なの分かります？あ、ヒージョあるの？ありますよ、南山系じゃないですかね、南山系のふるさとっていうのがあるんで、向かいが友達っていう食堂で、ここでは一二を争う美味しさ、ティビチとかも美味しいし、あ、いいな、餃子めっちゃうまいですよ。名前が友達っていうお店、もう飲み屋の横にある飲み屋用の食堂なのに、7時からオープンしたら、うん、もうずっとひっきりなし人がいます。夜の2時3時ぐらいまで全部美味しい。あとあれまである、そうめんのつゆとご飯、家庭家庭の味だね、超いい。あとレタスチャーハンとか、あとラーメン餃子セットとか、冷やし中華とか、あとおでんとか。あっち地元の友達に連れてってもらったら、もうやっぱ美味しかったわけ、いちいち。そこ行ったらもう酔っ払っていったから俺があんま覚えてないんだけど、あ、酔っ払い相手なんですけど、酔っ払って行って、でもう必ず締めに食べるとこって、なんかそば、そうそうそう、どこかわからんとこ行って、でそばやって、そのそばがワンコインだわけさ、美味しい美味しい、安いですよ、美味しい、ワンコインでまた美味しいわけよ、このそばが。そこに自分なんか家族4人で行くでしょ、妻がちょっと疲れてたりするとすぐ行くさ、家族4人で2000円でお釣りが来るのね、もう満足して帰る、うん、またこっちの手前のこの前も服部君に会ったところのこの山っていうところの野菜炒めとか、はいはいはい、めっちゃうまいよ、カレー、この間言われて、その山行きましたよ。何食べました？ね、やっぱ油脂豆腐が有名って言ったので、あ、一応油脂豆腐は美味しい、油脂豆腐のそこで一旦この味噌の油脂豆腐、味噌味の、あ、僕は味なしなんですよね、塩っていうかな、塩もない、あ、塩もなし、うん、生生、うん、生油脂豆腐、うん、油脂豆腐の生アーサっていうの、あ、味なしで僕は、あ、そうそう、アーサ入れます入れませんとか言ってました、アーサ味なし、あ、でずーっと食べていって、ちょっともっと味が欲しいなと思ったら醤油垂らす、あ、生美味しいですよ、でもな、味ない ないんでしょ、美味しいんですよ、素材のそのままの味というかね、そ そう生美味しいですよ。でそこの野菜炒めも超美味しい、うん、でオムライスはケチャップがカゴメじゃないからめっちゃ美味しい。瓶のタイプのケチャップかな。ハンツとかなんかな、ヘンツかな、なんか発音がわからない。全部多分アメリカもんですよ。ああ。味付けが。アメリカのはね、美味しいよね。自分アメリカのマスターとかさ、大好きなんだけど。チーズとかあんなのも美味しい、ね。いいよね。美味しい。売ってるとこありますよ、闇市が。すぐここに。シオン幼稚園の横から行ったところ。いや、闇市ってどういう意味ですか？横流し。なるほど。だから別にそこまで法律に触れてるかどうかわからないけど、うん、日本のタグがついてないから、あ、うん、アメリカの女かがすいたらすりガーズ、わかるんだぜ、あ、わかるわかる、あのちっちゃいのの、あのオレンジのとかいろんな色があるんですよ、うん、まあ、めっちゃ美味しいの、わかります、スニッカーズでしょとか、また違う、売ってないんですよ、あ、売ってないやつ、例えばキャンベルのスープは売ってるでしょ、あ、売ってる売ってる、で売ってないやつがあるじゃないですか、売ってないスープ、売ってないものもあるじゃないですか、輸入されてないの、わかる、わかんないですけど、キャンベルの新たな味があるんですか、あるあるある、キャンベルみたいな他のもあるし、うんうん、要はキャンベルって輸入はどこどこって書いてあるよ、書いてあるさ、貿易会社が、うん、貼られてるさ、関税がかかってるさ、うんうん、じゃないやつだから、闇市、本当に本当にもあれなんだ、闇本当に闇市なんだ、別にもうキャンディーとかももうでっかいのがいっぱい刺さってるのが丸ごと売ってるとか、で舐めたら口の中に色がいっぱいつきそうなガムが売ってるみたいなイメージ、今もあるんですかそれは、ありますよ、へえ、シオン幼稚園の後ろから入ってくるんですよ、シオン幼稚園ってどこの通り、普天間のこっちのずっと降りていくと、降りていくって、普天間神宮向け、まあ、ここのローソンからまっすぐ入ってきますよね、 あっちから入っていくわけ、中入っていく、ここ入っていくと、そのまま十字路まっすぐ行った終わり、そのままずっと行ったら左側にスーパーがあるから、うん、そこ卵も業者ですって言ったら全部業者価格で買えますよ、秘密ですけど、秘密です、もうバレ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 やし
大将、闇市って儲かりまんのって特に僕は分からないですね。ただあの要は昔、ビールとかミラーのビールがバーにいっぱいあって、それを、見えないところで割って捨ててるバーのオーナー昔いっぱいいたから、ビールがワンケース1000円とかだったんですよ。あ、じゃあこれ今もですよ。で闇、それが闇で流れてるのをお店で出してたんですよ、みんな。ああ、もう超安く仕入れてね。だから、なんでビール30本で何1000円とかだったら1本30円とかなの、分かんない。そうそうそう、いや自分のあのおっかが軍に友達いるから軍に買ってこられて、それでミラーを買ってこられてさ、そうそうそう、1ケースでいくらなんです、1000円ってわけ。1000円、1ケースですよ。だから1本あたりいくらね、40円とか。そうそうそう、まあ、何十円なんですよ。僕これを仕入れて流大で売ってる人いっぱいいましたよ。うん、いや、まあ、でもそういう時代ですよね。僕なんかはもっとやってるんじゃないですか、10個上だから。うーん、でバーベキューの時必ず誰かが闇から持ってくるんですよ、肉も全部。うん、うん、それ持ってきたね。うん、それそれそれ、美味しいんですよね。味付けとかも全部違うんですよ。もうあれが昔は通ったんですよ、米軍の中入って通った、買うこともできた。あの米、あのアメリカの中のピザとかあるじゃないですか、うん、外人さんと友達になったアメジョの人たちみんな持って出てきますよね、うん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 、いません、友達に。いますね。タバコとかも、そうそうそう、タバコとかも、はい、タバコも安いの、タバコ向こうのタバコでその代わり、そうです、僕の同級生の女の、ね、アメジョの人とかなんか中で仕入れて洋服売ってましたよ、外で。レイバンのサングラスとかも買ってから。だけど今は円がね、あのドルと円のあの関係であんまり旨味がなくなったのかなんかで、あの時はそれで儲かったんだね。うん、うん、そういうのでなんでこんな話になったんですか。油脂豆腐からじゃないですか。あ、そうそうそう、この辺結構だから美味しいお店いっぱいある。あ、そうそうそう、こっち美味しいお店の話よ。うん、美味しい店があるんですよ。だからそのお店っていうか、さっきは刺身屋さんの話だったんですけど、要はだからあの三栄のところを、普天間神宮の向かいの三栄のところ曲がりますよね。で十字路があって、左に角が友達、うんうん、向かいがふるさとってヤギ屋で、そのまま十字路突っ切っていくと左側に汚いって言ったらちょっとおばあちゃんに言われるな、うんうん、ちょっとレトロな。そう、レトロって言った方がいい、スーパークラシックな、うんうん、もうなんか何屋さんかわからない、入れない、うんうん、知らなかったらギーって開けると刺身屋なんですよ。500円分とか買うんですよ。今も健在。オーバーが、なんこんなのいいね、なんかホッとするね、うん、もう今だからジブリの映画とかに出てきそう。あのオバーナもうなんかこの、このセピアの色が、あ、うん、これ普天間まだあるからいいよね、うん、だって今もお肉屋さんがまだあるじゃないですか。あー、下田ミートかな。もうだからその肉とか切り売りで昔よく見れたのがもうまだ残ってるから、なんかホッとする、うん、もう100均とか言いたくなるよね。1均とかね、100均とかね、10均とかね、うん、言いたくなるよね。まだ沖縄残ってるからいいですよね。昔はなんか量りみたいなのをさらにやってたよ。ああ、もう潰してやる、潰してやる、古いやつカチ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 っていうのでやってたし、まだ僕が小学校の時は那覇なんだけど、うん、市場から頭に魚いっぱいやって家に訪ねてきてたよ、おばあが。すごいよ、マーシチューって言ったら相当内陸だよ、歩いてきたんだすね、おばあね。あ、そっか、うん、残飯屋って言ったのに。あー、あったこれ、あの自分たちは家の残飯を、うん、地域に集めよった。四角いなドラム缶、なんだ、缶、トタン缶ね、トタン缶があるさ、うん、あれに入れて電信柱にぶら下げてたら、そう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 、時間に取りに来てこの大きいポリ容器バーっつってで体を戻すってなったよね。そうそう、あったあった。で豚の餌にしてただよね、うん、して猫が食べないように。そうだから高いところにで、だから電柱のこのなんかで、あ、フランケンシュタインのこっちみたいなのがあるさ、うんうん、フランケンシュタインわかるわかる、伝わるかなこれ、針金がぶっといやつ、あれが電柱のあるから、そこにこう、あ、そこにかけてたんですよ、自分たちは。あのカニハンディてるやつ、そうそうそう、出てるところにこう残飯引っ掛けて、うん、そう今言って猫足場になってる、そう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 、あそこに引っ掛けて、うん、来て取ってやってた、ステップそう、ステップか、うん、あー懐かしい、そうそう、ありましたよね、ああいう時代だから。ああ、こんな時代でしたね。あの、うん、ボイラーつけるとき、外行ってからコンセント入れてました。僕なんかリアルで瓶盗んでたから。1本10円の。10円と、
50円のあったら覚えてる。50円はだから僕たちで小学校だから普天間さん生まれてないんじゃない。50円自分あった俺あのもうなんつうのお店から盗んでお店に渡して50円もらってたのに。あのリッター瓶っていうのがあった。そうそうそう、リッター瓶1リットルのコーラ。今1.5リットルだけど、リッター瓶っていうのがあって500瓶があったの知らない。500は分かんないですね。リッターに対して500はホームサイズって言ったわけさ、 500cc だけどホームサイズは1本130円とかだわけ。うん、で2本買うと260円になるさ。瓶1個ずつ返すと240円になるさ。うん、多分。だけど、リッター瓶は250円で買って、返すと50円返ってくるから、差額的には1リットル買った方が得するとか、ホームサイズ買った方が得するとか、小学校なりに計算して買ってて。うん、そういう時代だった。うん、あとあの、瓶ビールも瓶ビール5円か10円だった。ああ、なんかあったですね。瓶ビールの中安かったんですよ。瓶ビールの横に何月生産何日生産ってこの天魚樽で切り込みが入ってるの知ってます？いや、わかんない。あの要はやっぱりビールって新鮮な方が美味しいじゃないですか。だから親孝行で、まあ、僕の親父はサラリーマンだったからもうビールを飲むのがサラリーマンの報酬でしょ。特に当時はもうこれしか楽しみがないから。高級品だしね、ビールもね。ビールとかだから銀行員だったから多分ストレスの世界に家帰ってきたら土曜日の夜、日曜日の昼とか俺にビール買ってきてって2本とか言うわけさ。したら1本200円なのか300円なのか瓶ビールね、それを買うときにやっぱり新しいやつは奥に入ってるわけよ。なるほどね、鮮度がね。うん、だけど自分は親孝行だから全部ひっくり返して一番新しいやつを見てパパってから、これが一番上等だよ。見えない優しさだね。そう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 、もうそうそう、そういう風にしてたんでビールとかはやってたんですよ。したら100円だけはお菓子買っていいよとか。あったね、やったね、こんなのあったね。そういう時代が多分天馬さんのところから消えていく。セーフセーフセーフ、自分はまだあった。消え始めたかもね。天馬さんのが消えてないのはチューブだからだぞ。ああ、そっか、ナンは早いから消えてるんだ。ナンは僕ぐらいから消え始めてる。要はなんていうの、都会化してるから。あ、思いやりとかが薄くなっていくさ、親子関係も。まあ、形が変わっていくっていうの。物がない時代だからね。そういう感じで。あ、いい時代だった。いい話だね。そういうのが。うん、なんていうの、今の話って自分が今38だからたった32年前なのに、うん、たった32年でこんなに変わったんですね。変わりますね。僕なんか靴履かなかったでしょ、裸足で遊んでたから小学校は。これこんなここでなんか OK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  じゃ あ次は、はい、ちょっと喋ります、ね、このなんていうの、ま、あの時から30年今度からこっから30年後どんだけ変わるんですかね。ロボットとセックスしてるんじゃないですか。絶対先に来ると思いますよ。徳志さん、安心よ。数ある30年後の中でロボットとセックス。愚かか、人間愚かか。違う違う、あの予告されてるじゃないですか、スピルバーグの映画で。AI だった。ああ、はいはいはい、あの人工知能の持つ人間の子供のニコールなんとかだった、あの子供の名前、ま、マッキンだ。ああ、そんな感じの名前。あの役中で今デブになってるやつ、うんうんうん、だよね。めっちゃ可愛い子供が、天才子役が今超デブの、もう、うん、とんでもない俳優になってる。うん、あの要は何か言ってた、まるまるなんとかなんとかかんとかみたいなハリウッド級が今落ちぶれて大変なことになってるんだけど、その人の役のスピルバーグの映画だった、ジョージ・ルーカスだった。多分スピルバーグだって、有名な監督さんね、はい、あのジェームス・キャメロン級みたいな、うん、もうスター・ウォーズみたいな映画の中で出てきたのは、あの人の名前なんだったかな、もう使わないからどんどん忘れるよな。あの世界一抱かれたい男の俳優のハリウッドスターだった人。でも世界一抱かれたいって言われそうな結構いるかな。イタリア人みたいな顔してる。ブラッド・ピットですか。ブラッド・ピットより、ジョージ・クルーニーとか。ジョージ・クルーニーとかではない、ではなくて、まあ、言われたらあーって思う。あ、まあまあその人が、あの AI っていう映画の中でこれがあのロボット、 AI に出てた人、ロボットなんですよ、ロボット役で。ああ、ロボット役ね。うん、風俗の男役やったんです。ああ、
あ、その中で本当にそれがあるんだ。もうその風俗のロボットなんだ。ロボットが例えば、喧嘩するロボットがいるとしたら、ボディーガードがいるとしたら、あのこの主人公は子供っていう役なんですよ。この AI の何かっていうと、子供を殺す、子供がいない、あの夫婦がロボットであのペットみたいにする映画。こんなのが AI っていうストーリーにあるんだ。そう。で、ロボットは人工知能を持ってるから、人間の感情を持ってしまうから、でこの子はお母さんに愛されて、お父さんにも愛されて、幸せに生きてるわけ、何年間も、ずっと。したら弟ができちゃうわけよ。あ、いいえな、ロボットなのに。違う違う、待って待って、どういうこと。長男はロボットだけど、夫婦は子供が今までできなかったのに、避妊治療何回もやってできないからやったのに、次2番目には本物ができたんだもん。何回も避妊治療してできないから、ストーリーの設定としては2人がロボット買おうよって話になって、なんか名前なんだった。あ、また CM なんだね。オッケー、じゃあ今ちょ気になるところで一回 CM 行きましょうか。調べることできます。じゃあ僕はフェイスブックで、フェイスブックじゃなくて、じゃあ調べてたら CM 一回言っておきましょうね。じゃあ一回 CM 絶対あーって言うんですよ。なんて調べたんですか。 AI で出てくるんです。 AI は、 A は普通のマルファベットの A と I で、で映画ってやったら多分出てくるんです。超ジュードローです。ジュードロー、ジュードローとは、いや、ジュードローと聞いても分からない。これ俳優の名前、ジュードロー、分からないの。分からん。有名なの。超有名だよ、ジュードロー。ジョージ・クルーニーより有名なの。いや、同じくらいじゃないですか。ジュードロー、ジョージ・クルーニーって言ったら基本ちょっとなんですかね、いいんだけど。10秒前です。なんて言えばいいんですかね。5 4 3 2 1。ジュードローですよ。ジュード女性、そのジュードローとお父さん、こっちがお父さんね、でお母さんで子供できてどうなるんですか。違う、ジュードローはお父さん役じゃなくて、ジュードローはあの風俗男役、風俗の男役、女じゃないんで男なんで、で寂しい女の人がセックスしたいときに電話かけたら来るんですよ、ロボットが。こんな映画があるわけ。で本当だって、これ全然真面目な映画で、してこの男は女の人にキスするときとかに首カチャって振ったらムードのいい音楽が流れたりするわけ。確か。してこんなったら鼻が出したりとか、ワイン出したりとかも、要はホストよ。ロボットとしてお金払ってこれで生きてるわけ。ホストのロボットなんだ。だけどこの人には感情がないわけ。なんでかったらロボットだから。だけどこの主人公は感情があるわけよ。なのにこの子供と付き合っていくと、ジュードローがこの子供のために動いたりするから、ロボットがロボット助けたりして人間みたいになっていくっていう。すげえ。してこの子供がかわいそうなことに、あの本当の子供ができてしまったから捨てられてしまう。あ、いいえな。して自分のお父さんとお母さんを探しに旅に出るっていう映画で、自分のお父さんを見つけた時、科学者の子の、科学者というか発明した人のとこまで行くわけ。したらお前はロボットなんだって言っても信じないわけ、出来が良すぎて。してこの見せられるわけよ、工場に自分と同じのが何百人もいる。それなのに絶対にお母さんがいるって探しに行って、そのまま電池切れで死ぬって映画だ。こっち系の終わり方ですか。そしたら、それから数万年後まで、数万年後の時間が動いて、人類が滅亡するわけ。氷の地球になってるところに、ずーっと人間が死んでドーっていった時に、宇宙人が来るわけよ。宇宙人が生物がいないかって言って探索していったら、海の底に沈んでるこのロボットを見つけて引き上げたら、メモリーが復活して生き返ってっていう話。だからスピルバーグかなんかの映画じゃないですか。ちょっとあのでしょ、はい、スピルバーグ
すごい問題作だったでしょ。問題作だねこれ本当にね。このだから今で言うアイボとかいうずっと前に。ああ、そこ結構前の。うん、な何年ですか。何年のやつ。佐々木さん。はい、ちょっと待ってください。制作年間。1900年代のじゃないの？1990何年とか。乗ってる？2001年。2001、あ、もう本当に17年前。15年前か。15年前ですね。2001年、何してたかな。15年前って待ってよ。15年前は38から15引いて、あ、23か。うん、微妙にまだたまたま見てなかったんじゃないですか。あ、まだ、うん、23は完全にダメダメ大学生だった時です。あ、大学生だったんですか。もう麻雀、まあ、ダメダメですね。もう麻雀を鉄腕とかやった時です。あ、ダメダメっていうか、まあ、学生って感じ、ね、学生って感じ。僕留大の時に、留大生の時に一回もコンパしてない。あ、マジで。一、うん、回も酒飲んでない学生と。へえ。僕大学には友達作りに行ってないから、うん、留大生で友達一人もいないんですよ。もう本当に勉強しに行ったんだ。授業受けたらすぐ帰って仕事してました。うん、あ、そうか、あの時もう仕事と学生両方ですかね。両方だったんで。そうですね。だから、いまだに留大の、学科の友達とか一人もいないですね。みんなになんでこの人ここにいるんだろうって思われてるんだ。いや、だけど、そういうもんだと思いますよ。社長になる人って。まあ、変わってる人が多いからね。社長になるって決まってたから。コンパするために大学に行ったわけではないので、まあ、次は今ここが涙が終わったら細田さん来てるんですか。竹崎さんが先に来てます。2人が今日ゲストなんですね。はい、ゲストっていうか僕たちがゲストうちらがゲストだからね。上原さんも来ないけどね。上原さん事例に行ってますね。事例、あ、事例もうちょっとで終わるみたいですよ。どっちが来てますよ。事例に行ってんの。大型免許入るの。あ、そっかそっか。はい、今ここがナビラでした。今日何の話だったの。ただの雑談だよね。雑談です。今ここがナビラ。まあ、全然大丈夫ですよ。いや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 。ここは普天間さんとの本当にここでミーティング。ミーティングしてる。電波使ってミーティングしてる。あ、そっか、AI ってこんな映画だったんだ。全然、全然想像したのと全然違う。そうなんですよね。見たくなりました。だからね、見たくなったね。映画を結構いっぱい見てるんですよ。今見た方が面白い。今見た方がなんかメッセージを感じそう。すごいって思うと思いますよ。ね。だから、なんで僕がさっき冗談でロボットがセックスしてるんじゃないですかって言ったのは、もともと商売の一番最初の商売って風俗ですからね。あ、だったね。あ、だけさん、どうぞどうぞ。なんで人間の代わりに。